や60、あ、小春さん邪魔しないでください、60撮影してんのに。寒っ、めっちゃ冷えてきたやん。60、80乗ってると60いいなってやっぱ思うよね。そうっすよね、やっぱアメ車をちょっとモチーフにしたデザインっぽい。そう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 、なんか60ってここが好き、ここここなんかフェンダープレスラインですよね。これ60って感じするじゃん。ということで今日は、いつも一緒に遊んでもらってる NTY さんの60、どうぞオーナーさんは出てこない。出ないですか？オーナーさん出ないらしい。僕が代わりに。じゃあ翔真くんによる解説。声だけ。これはもう60っていうか超ハイリフトですよね。そうだね。そもそもこれ何インチアップですか？何インチアップ？もう多分前80ミーティングでもあったんですけど。こういうオーナーさんあんまり9インチ上がってるから分かんない。ハイリフトの60っていうことで、足はこれどうなってんの？これはでもリーフなんで60は、うん、でホーシング逆付け、ああはいはいはい、とあとは、ボディリフトですよね、うん、で、まあ、この辺を見てもらうと思うんですけど、これもう何年、30年ぐらい経ってる？32年。作ってこれ32年経ってるの？新車、1988年。これ新車で買ったんですか？新車ワンオーナー。新車ワンオーナー、あ、そうなんだ。新車で買ったんだ。新車ワンオーナー、車庫保管、へぇ、めちゃくちゃ程度いいですよ、これ。そうなんだ、すげえな。錆なし、腐りなし、へぇ、まあ、これももちろんフェニックスオートさんで、もう作ってから新車である程度カスタムして、で、ちょっとしてからもうこの状態だったんで、うん、20年。この足を組んで20年ということですね。で、これ僕全然このリーフの足わからないんですけど、はい、でもあれですよね、リーフスプリングがあって、リーフっていうのは基本的にリンクがいらないんです。そうですね、これでもう位置が決まってるんだよね、はい、スプリングが。これでもう前後とここで、支点が決まっちゃって、うん、もう基本的に動かないですけど、うんうん、ただ車高が高くなればなるほど、うんうん、どうしてもよれとかねじれが出てくるんで、うんうんうん、この場合は60って普通、これ違和感ある人思うんですけど、分かると思うんですけど、シャックルがここにいるんですよね、うんうんうん、だけどこれは後ろにいるんですよ、シャックルが。おお、ほんとだ、ほんとだ。これリバースシャックルっていう加工をしてるらしいんですけど、はい、これ何、よれを防ぐためってこと？まあ、ハンドリング、ここに前にシャックルがあると、あ、よれの原因になるからってことね。あとは足の動きも関係すると思うんですけど、ちょっと詳しくは僕も分かんないですけど、まあそういうので、シャックルを逆付けして直進安定性とかよれをなくして、あと本来これ存在しないラテラルロット、ああラテラルロットなんですけど、これも追加してより、ああそういうことね、本来は別にリーフで位置決まってるから、そうです、ラテラルロットいらないんだけど、これはラテラルロット追加することによってそのヨレを防いでるってことね。あとはもうホーシングのナックル加工ですね、うん、これを向きを変えてるってことね。上向けて、プロペラシャフトとかに対してまっすぐになるようにっていう、負担を少なくしてるっていう加工。まあ、多分数え出したら加工してないとこがないぐらいで。そうだね、ノーマルの場所っていうのがもう、ホーシングももうね、ノーマルっぽく見えるけど加工されちゃってるし、まあ、全てもう変えちゃってるって感じだね。で、タイヤはこれは40インチですね。40インチのトグラップラー、幅 15.5 インチの20インチですね、ホイールが。すげえ、高そう、ホイールが。ホイールもタイヤも高いです、これは。まずボディがもうめちゃめちゃ、そうで、これワンオーナーってことですよね。え、これ塗り直し、あ、塗り直しでなし、オリジナル、めっちゃすごい、オリジナルでこの感じすごいな。ちょっと中見せてもらえますか？そうで、これさっきちょっと乗ったんだけど、中がめっちゃ綺麗、よいしょ、ちょっとサンシェードっていうか、うん、あ、そうそう、これがすごい。新車の時からついてるビニールが未だについております。これは間違っても剥がしたら怒られちゃうで、ビリッとかやっちゃったらやばいやつ。めっちゃ綺麗、この60って絶対このダッシュとか
絶対割れてるのにめっちゃ綺麗、柔らかいもん。まだこれがこのトリムとかもメッキのモールも全部いってるんで、うん、すげえ、めっちゃ綺麗ね。もうあとカーペットも綺麗なんですごいよ。ドーナツさんセンス良くてメーター周りとか、うんうんうん、すごいかっこよく作り込んで。そうね、このハンドルめっちゃかっこいいじゃん。これ何個つけてるの。桃助か桃助。あ、桃助だよ桃助。この桃助のハンドルめっちゃかっこいい。で、この辺のメーター類とか、まあなんかこの辺のスイッチもこだわってるわけですね。なんかこれに無線機を買ったらしいんで、そうそうそう、トモさんに騙されて。騙してない、欲しいって言うからお使いしてきたんですけど、なんかデジカンつけるらしいんで、また無線仲間として、無線仲間としても、いや、めっちゃかっこいい。そして綺麗、そう、めちゃくちゃ綺麗なんですよ、うん、で、この天井とか絶対こう垂れてきたり、そう、汚れたりするのに、これも全部綺麗、すごい。あ、で、これ僕マフラー一回作り直させてもらったことあるんですけど、はいはい、フロントパイプから後ろまでずっとマフラーを何年か前に作らさせてもらって、はい、しょうまくんマフラー、そうです、ここでくねくねっとして、うーん、出口で出させて、すごいな。で、後ろはまあこんな感じで、ジェリカンが、はい、ジェリカンがいっぱいついてて、で、あのキャンピングカーこれ引っ張るんだよ ね、キャンピングトレーラー引っ張るんで、スチメンバーついてて、あ、ウィンチついてますね、リア、あ、ウィンチもついてて、すげえ、前後ウィンチ、前後ウォンですよ、僕みたいなお金がないからCL リンクって言ったらCL リンクさんに申し訳ないけど、前後ウォンは僕つけられないですからね、1個でもつけられないのに。これも多分結構昔のなんですけど、当時もんなんで、うんうんうん、なんかスタビのリンクの長さが尋常じゃないんだけど。そうですね。モールが本当に全部細かいとこ見ると、うんうん、全部綺麗。めっちゃ綺麗だよね。多分これもう部品出ないと思うんで。うん、60は本当部品ないからね。お、これは何ですか？キャンピングカー仕様でベッドになってるんですよね。キャンピングカーですね。すげえ、すごいですね、かっこいい。これ収納ですか？収納、開けていいですか？隠し扉もあります。おお、おこんなところからガスコンロが出てくるっていう。あ、で、ウーファーがありますね。あー、オーディオも組んで、めっちゃ綺麗だし、めっちゃ仕上がってる。ほとんどこの車あの車庫に眠ってることなんで、そうね、キャン普段乗りしないんで、トレーラー引っ張ってキャンプに行くときぐらいしか出てこない感じ、ね、今日もなんか半年ぶりに出したらしい。あれ前翔真くんってあのキャンプのイベントに行ってた時、あ、そうですね、はいはい、あれ以来、あれ以来ぐらいかもしれないですね。やっぱ60は憧れっすね。60はかっこいいですよね、うん、多分ノーマルの60よりもハンドリングよく、あ、そう、さっき乗せてもらったんだけど、こんなに上がってるんだけど、ね、乗り心地もいいし、まっすぐめっちゃちゃんと走ってるし、なんか60ってさ、ちょっと車高を上げるだけでもなんかブレーキング時にビョコビョコ跳ねたりなんか大変らしいじゃん ね、ハンドリングがとにかく悪くなっちゃうらしいんで、うんうんうん、まあここまで上がってても逆に普通に走れちゃうっていうのが、うんうん、まあ作り込みの良さというか、うん、ネオクラシックというか80より前の世代の、ね、もうクラシックカーの域に入ってる ね、60だとね、もうほんと個体のいい60なんかだいぶ少なくなっちゃったんで、これまだ10万キロちょっととかなんで、すげえすげえ、30何年経って10万キロちょっと、エンジンも結構バチバチにやってるんですよね、インタクラー入って、うん、あ、ディーゼルターボだよねこれ、うん、まあ、とりあえずこんなに程度のいい60はもうなかなかないでしょうね。なんか60いつか欲しいなって思うけど、もう今さらなかなか手に入らない感じだね、程度のいいもの、ね、80ですらもう怪しくなってきてるんで、そうそう、もう値段といい、うん、個体の良さといい、うん、いい個体がないんで、いやー、60憧れるわ、憧れますね。でも本当部品が少なくなってきてるんで、もう多分あのオーナーさんいろいろ自分で、ああ加工でき、加工して作れる仕事してるからね、加工の、はい、仕事の関係でやってるんで、うん、もうこういうワンオフパーツとかは自分で作ってたりしてるんで、
そんな車でした、はい、素晴らしいものを見せていただきました。もし街中で見かけたら声かけてみてください。はい、ももちゃんねる見たって気さくに対応かなりレアなんで、でもなかなかこれで出てこないからね。なかなか外出歩いて普段他の車でうろうろしてるから、雨の日はもう全く絶対出ないんで、もしよかったら、はいはい、どっかで見かけたら声かけてあげてください。ありがとうございました。